この小説のタイトル、セブンティーンは、日本語では、17歳か、17年と訳すべきだろう。仮に、17歳としたら、17歳の少年か、少女が、主人公の物語だと思ってしまう。17年であるなら、ある時点から、17年が過ぎたと解釈すべきだろう。日本語の小説を英語に翻訳した役者は、17年という意味で、 このタイトルにしたのだと思う。ある事件から17年が過ぎたという意味だ。ある事件とは、1985年8月12日、日光ジャンボ機が群馬県上野村の高間ヶ原山の尾根に墜落した事件である。日本語の原書の横山秀吉の小説のタイトルは、クライマーズハイとなっている。クライマーズハイとは、登山家が極限状況で、 気分が高揚し、危機感覚を喪失することである。私は、横山秀吉のことは全く知らないし、クライマーズ・ハイを含めて、横山氏の作品は1作品も読んでいない。どういうジャンルの小説を書いているのかも知らないし、作家としての横山氏の情報は全く持っていない。たまたま、アマゾンのおすすめ作品の中に、横山氏の、セブンティーンがあり、 小説の概要の中に日光ジャンボ墜落の事件から17年が経ったという説明文があり、17年後にこの事件の真相を追うミステリー小説だと期待して読んだが、内容は全く違っていた。日本語の原書のクライマーズハイも英訳のタイトルのセブンティーンもこの小説の内容を象徴したものとはなっていない。セブンティーンを17年ではなく、 日光ジャンボキ墜落事件からの17年間の新聞記者である主人公とその周りの人々の人間模様を描いたものと解釈するとこの英語のタイトルには何か意味を見いだすことができるがタイトルと内容の整合性がないこの小説の英語は優しいわけではないが高校生でも辞書なしで読める6割程度の単語がわかれば大まかな内容はわかる 5割程度の単語がわかれば、なんとなく内容はわかる。この小説は、390ページ以上もある。英語で読むには長すぎる。英語の学習のために読むのであれば、200ページ程度が適当だと思う。小説の場合は、読んでみないと、自分の肌に合っているかどうかはわからない。最初の二十ページ程度まで読んでみて、肌に合わないと感じたら、 読む意欲がなくなくるいつ事件が起こるのだろうかと期待しながら我慢して読み続けたが結局何も事件は起こらず日光ジャンボ機の墜落事件の謎も解かれることなく期待外れだった何度かもう読むのをやめようと思いながら何とか最後まで読んだ最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録 お願いします。